さん、こんにちは。演歌歌手としてだけではなく、バラエティ番組などにも出演し、その独特の雰囲気からも人気のある徳永ゆうきさん。先日、ある番組内で結婚を発表したことで話題になっていましたが、お相手は一体誰なのでしょうか。今回は徳永ゆうきさんの結婚相手と合わせて、歴代の彼女と噂される人たちについてもご紹介していきます。徳永さんは1995年2月20日生まれの現在29歳、大阪府出身で、幼少期から演歌や歌謡曲に親しみ、小学生の頃から歌っていたそうです。中学生の頃には演歌がうまい子供として地元で有名になり、2012年には NHK のど自慢チャンピオン大会で見事グランドチャンピオンに輝きました。そして2013年11月、さよならは涙にで演歌歌手としてデビュー。翌2014年には第56回日本レコード大賞で新人賞を受賞するなど、順調にキャリアをスタートさせました。デビュー当時はまだ18歳、初々しい笑顔が印象的な新人歌手でした。そしてデビュー10年目の今年、徳永さんに大きな転機が訪れます。それは結婚です。3月10日放送の千鳥の鬼レンチャンに出演した徳永さんは、番組内で電撃的に結婚報告をすることになりました。お相手は一般女性。スタッフから3月9日に入籍されるんですよねといきなりバラされる形での発表となり、徳永さんももう知ってんだ、はいと苦笑しつつ、晴れて結婚の報告となりました。番組の詳細欄に記載されていた内容として、番組常連の徳永は1年ぶりにソロ参戦、徳永の報告にスタジオ一同驚嘆との記載もあり、徳永ゆうきが結婚かと番組が始まる前から話題になっていたようです。番組では徳永さんが歌の腕前を競うサビだけカラオケのコーナーに挑戦。これまでは緊張のあまり1曲目で必ず失敗してしまい、ミスターゼロレンちゃんなどと不名誉なあだ名まで付けられていました。それだけに今回は結婚のお祝いに10曲完走を目指したのですが、結果は6曲目で失敗。司会の千鳥からは、10連チャン達成したらご祝儀と釘を刺されるも及ばない結果となりました。それでもこちらの番組を通して徳永さんの結婚報告は多くの視聴者に届いたようですね。番組終了後、改めて直筆のコメントでも結婚の喜びを語っています。その中では、お互いに歌が好きで、私の仕事にも理解があり、一緒に過ごしていて波長が合う方で、いつもそばで支えてくれて一喜一憂してきました。これからは2人で協調運転で常に明るく楽しい高速進行な家庭を築いていきますと、大の鉄道マニアらしく鉄道用語を交えながら綴りつつ、まだまだ未熟ではありますが、より一層成長できるよう感謝の気持ちを忘れずに、大好きな歌を届けていきたいと思います。今後ともご指導鞭撻のほどよろしくお願いいたしますとの抱負を述べた徳永さん。実は過去にも何人かの芸能人女性とのカップル成立が取り沙汰されたことがありました。2023年4月放送のひろみ指原の恋のお世話始めました。では元フィギュアスケート選手の高橋成美さんと意気投合。番組内ではデートの約束まで交わしましたが、その後の進展は不明のままとなっていました。また同年8月の恋するアテンダーでは、お笑い芸人3時のヒロインの奏さんとカップルになりました。奏さんは徳永さんを、私を包み込んでくれると評価しており、一方の徳永さんもデートに誘うなど積極的な姿勢を見せていました。しかし結果的に恋愛経験の少ない2人だけにうまく噛み合わなかったのか、良い報告はないまま関係は自然消滅してしまったようです。一方で今回結婚した一般女性との出会いは、徳永さんがよく通うカラオケ喫茶だったとか、歌が好きな2人だからこそ波長があったのかもしれません。結婚は徳永さんにとっても初めてのこと。落ち着いた様子で結婚報告をしていましたが、心の中では喜びでいっぱいなのでしょう。
華やかな芸能人カップルではありませんが、お互いを理解し合える一般女性をパートナーに選んだところに、徳永さんの人柄の良さが現れていますね。鉄道マニアとしても知られる徳永さん、趣味は鉄道の撮影で、電車の発車音や車掌のアナウンスのモノマネも得意なんだそう。そんな変わり種の一面もきっと奥様は理解してくれているはず。常に明るく楽しい高速進行な家庭を目指すという徳永さん、プライベートの充実が歌手や俳優としての活躍にもいい影響を与えることでしょう。さて、気になる徳永さんの年収ですが、演歌歌手としての活動のほか、俳優やバラエティ出演など幅広く活躍されています。演歌歌手だけで年収1000万円程度、トータルでは1000万円から3000万円ほどではないかと予想されているようです。まだブレイク前の段階とはいえ、今後ヒット曲に恵まれるなどすれば一気に年収もアップしそうですね。徳永さんといえば、演歌界のプリンス細川たかしさんとの関係もよく取り沙汰されるところ、一部では細川さんの弟子なのではとの憶測も飛び交っています。しかしこれは事実ではありません。確かにデビュー当時からコンサートで共演するなど親交は深いようですが、あくまで先輩後輩の関係だそうです。ですが徳永さんは細川さんのことを尊敬しているそうで、よく細川さんの楽曲をカバーしています。一方でそんな徳永さんには病気や障害の噂があるのだとか。しかし実際のところそのような事実は一切ないようです。独特の風貌からそんな憶測が飛び交ってしまったのかもしれません。あまりいい噂ではないですね。徳永さんは健康そのものだそうです。実家の両親も奄美群島出身の元気な方々だそうです。特に父親は60代で定年退職するも、まだまだ現役で頑張ると再就職したのだとか。定年を迎えてもなお仕事への情熱を失わない姿勢は素晴らしいですね。徳永さんの祖父母は奄美群島出身で、両親も幼少期をそこで過ごしたそう。物心ついた頃には大阪に移り住んでいましたが、奄美への愛着は人一倍強かったようです。幼い頃家族で奄美に帰省した際、島の人たちの前で歌を披露すると、その歌声を褒めてもらえたことが歌手を目指すきっかけになったのだとか。今でも奄美関係のイベントがあれば駆けつけるなど、ルーツへの思いは変わることがないようです。そんな徳永さんには創価学会員だという憶測までもが流れてしまっているようですが、これは全くのデマだそうです。徳永さん本人はもちろん、ご両親も創価学会とは無関係とのこと。創価学会に入信していたら SNS などで言及があってもおかしくありません。しかし徳永さんはそのようなことは一切発信されていません。ある意味創価学会に入っていないという証拠とも言えるかもしれません。このように徳永さんには様々な憶測や噂が飛び交っていますが、本人はあまり気にしていない様子。歌への情熱を胸にひたむきに活動を続けている、そんな印象です。時折見せるコミカルな表情やトーク力の高さから、バラエティ番組でも引っ張りだことなっています。歌唱力に定評がある一方で、ミスターゼロレンちゃんなどといじられキャラになるのも徳永さんの魅力と言えるでしょう。そんな徳永さんがめでたくゴールインしました。結婚式に関しては明らかにされていませんが、お相手の一般女性を大切にしながら、歌手としても俳優としてもさらに飛躍していってほしいものです。今年は勝負の年になりそうな徳永さん、応援しているファンのためにもヒット曲が飛び出すことを期待しています。これからも歌はもちろん、バラエティでの活躍からも目が離せません。新婚生活をエンジョイしつつ、エンターテイナーとしてますますのご活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。